日米合同軍事演習でハイマース実弾射撃実施との情報をキャッチしました。今回は、この日米ハイマース軍事演習を詳しく見ていきますね。北方領土近くでの実弾射撃にロシアも抗議しています。お前が言うなよって感じです。北方領土でミサイル発射訓練するのに、日米でもいくつかのトラブルは発生していますよね。言いませんがね。三沢基地からハイマース専用弾薬が届かないというトラブルでした。ロシアと言いつつ、対中国を念頭に置いていますね。日本の陸上自衛隊とアメリカ海兵隊は、2022年10月1日から14日までの2週間の日程で、北海道各所の自衛隊の演習場や飛行場等を使用した合同軍事演習である、レゾリュートドラゴン22を執り行い、相互連携と対処能力の向上を打ち出した。今回のレゾリュートドラゴン22が実施された場所は、演習場としては上富良野、然別、矢臼別、駐屯地としては、静内の対空射撃場、丘珠の札幌飛行場、帯広の十勝飛行場が使用され、参加する部隊がこれらに集った。そこで実施された合同軍事演習の内容としては、主として、現在、中国軍からの圧力にさらされている、日本の南西諸島の島嶼部の防衛に、主眼を置いたものであり、日本の国内で実施されるアメリカ海兵隊との演習としては、最大の規模であると謳われていた。演習場所別の具合的な実施内容は、矢臼別演習場が、回転翼機による、実弾射撃、陸上自衛隊の M270、MLRS、及び、アメリカ海兵隊の、ハイマースによる、多連装ロケット砲の実弾射撃、輸送機オスプレイによる必要機材と要員の輸送とされた。また、ゲネ別場外離着陸場では、同じく輸送機オスプレイによる必要機材と要員の輸送と、アメリカ海兵隊のハイマースを輸送機によって迅速に展開する訓練が実施されており、これらが今回の合同軍事演習の根幹を成すものだと言ってよいだろう。ハイマースは今年2022年2月に正規したロシア・ウクライナ戦争においてアメリカがウクライナに供与し、ウクライナ軍がロシア軍の後方の軍事拠点や物資の集積地への攻撃に効果的に用いて戦局を有利に進めていることで一躍知名度が上昇した兵器だ。アメリカがウクライナに供与したハイマースは最大射程距離が70から80キロメートルとされる GPS 誘導砲弾が中心ではあるが、ロシア軍の同様な多連装ロケット砲よりも長射程で精緻な射撃が可能なため非常に有効な兵器とされている。欲を言えば、ウクライナ側はハイマースで運用可能な最大300キロメートルに達する MGM-140エイタクムス戦術弾道弾の供与を切望していると伝えられているが、これまでのアメリカ側の判断では、ロシアをいたずらに刺激すると、見て供与は行われていない。しかし、ウクライナ国境に近いロシア領内のベルゴロドにおいては、ロシア・ウクライナ戦争の開戦後、ウクライナ側は、自国軍の攻撃とは表明していないものの、弾薬庫等で、複数回の爆発が確認されており、すでに、ウクライナ側からの越境攻撃は、行われている感は強い。先頃、原因不明の爆発に見舞われた、クリミア半島とロシアとをつなぐクリミア大橋だが、アメリカ側の見立てでは、ウクライナ軍に、MGM-140、エイタクムス戦術弾道弾の供与を行えば、この橋を、ウクライナ軍が、標的とする可能性も危惧されていた。
2014年のクリミアのロシアへの強制的な併合から4年後の2018年にその支配の象徴として開通したクリミア大橋をウクライナ軍が攻撃して破壊することになれば、なお一層ロシアの軍事的な強硬姿勢が強まると見られていたとも言える。しかし、すでにロシアへの越境攻撃もクリミア大橋への攻撃も行われてしまった現在においては、個人的にはアメリカが MGM-140 ATACMS 戦術弾道弾のウクライナへの供与を回避する積極的な理由は失われてしまったようにしか感じられない。まあそれでも面と向かってウクライナ軍に長射程の兵器を供与することは政治的にアメリカとロシアの対立を決定的なものにしかねないということへの配慮なのだろうが、そばから見ている限りでは今更感は拭えないように思える。さてレゾリュートドラゴン22に話を戻せば、陸上自衛隊の M270 MLRS およびアメリカ海兵隊のハイマースによる多連装ロケット砲の実弾射撃を行ったヤウス別演習場は、自衛隊が保有する中では最大の大きさを誇り、面積は 16,800 ヘクタールにも及ぶ。この広さゆえにヤウス別演習場は北海道の野付郡別海町、そして厚岸郡の厚岸町及び浜中町の3町にまたがっており、射撃場は最大で 18km の距離が確保され、地理的には同等に位置するために当然のことながら北方領土を望む場所にある。ただしヤウス別演習場は日本では最大規模とはいえ、陸上自衛隊の M270MLRS およびアメリカ海兵隊のハイマースの砲弾のスペックを考慮すれば、実弾射撃を行うには十分な広さとは言い難いことも事実だが、今回のレゾリュートドラゴン22では別の問題も発生した。それはこの合同軍事演習での実弾射撃に向けてアメリカ海兵隊のハイマース用に搬入が予定されていた砲弾が何らかのトラブルで青森県の三沢基地までしか搬送されず、当初の予定通りの期日に到着しなかったという事態だ。そのためヤウス別演習場はひとまず陸上自衛隊の M270MLRS のみが実弾射撃を行い、アメリカ海兵隊側はハイマースを展開するだけの形式で、合同軍事演習そのものは継続されたが、有事における危機管理を包括していて、しかるべきという観点からは不安も感じさせられた。しかし、今回のレゾリュートドラゴン22の最終日である10月14日には、ようやくハイマース用の砲弾が到着したため、それら12発の実弾射撃をアメリカ海兵隊のハイマーは実施して、なんとか合同軍事演習の予定された内容をこなした形となった。こうしたアメリカ海兵隊側のハイマースの砲弾のヤウス別演習場への未着という前代未聞の不祥事はあったものの、これと並行して外交上からはもっと驚くべき事態が伝えられており、大多数の日本人は開いた口が塞がらなかった状態になったと思われる。それが10月12日にロシアの外務省が日本の在ロシア大使館に行った抗議声明であり、陸上自衛隊の M270MLRS およびアメリカ海兵隊のハイマースによる日米の合同軍事演習はヤウス別演習の位置が極めてロシアが実効支配する北方領土に近いことを非難したのだ。今のロシア・ウクライナ戦争の中でもロシアの見せる行動や言動は、我々日本を含む西側諸国の姿勢の人々にとってはおよそ理解することが困難なものばかりで、今さらロシアのこうした態度に憤りを込めた感情を示しても確かに無意味かもしれない。しかし
自らが仕掛けたロシア・ウクライナ戦争で、通常戦力による戦況が劣勢と囁かれる中で、最終的には戦術核兵器の使用を匂わせながら、ウクライナは当然のこととしても西側諸国を恫喝するやり方には辟易とさせられる。個人的にはあえて誤解を恐れずに言うならば、北方領土が日本の固有の領土であることは間違いないが、太平洋戦争、第二次世界大戦で連合国に敗北した敗戦国の立場ゆえ、当時の旧ソ連の侵攻を甘んじて受け入れてきたとも言えるだろう。しかし、今の国際情勢とは、日本の内部では、太平洋戦争後に続いてきた各種団体の思想、心情に大きな変化を生じさせ、かつては左翼が擁護していたはずの旧ソ連、現ロシアのやり方に国粋主義的とされた右翼団体もが賛同する事態となっている。こうした盗作は、インターネットが全盛となった今の時代には、誰しもが簡単に情報を発信できるため、様々な形で陰謀論の拡散という形で行われており、決して少なくない人々が日々のドメインを下げると同時に、世界の裏を知っていると思い込みたい衝動からやむことはない。この傾向は2020年のアメリカの大統領選挙でトランプ氏が敗北して以来、様々な形で顕在化しており、新型コロナウイルス、そして今はロシア・ウクライナ戦争と愚にもつかない陰謀論を撒き散らし続けている。